ラギオ、ラリルレロ、ラからいきますね。じゃあ、縦に置いたら、左に倒して、右下にずらす。三髄のやり方ね。抜いたら、ここで受けて、左に倒してねじれを入れて、で、ぐっと力を入れてもらうね。そしたら手をそのまま、ここ穂先上。で、この辺で細くして、またこの辺りで太くして、手をそのままして抜くね。じゃあ、入れに行きますね。手前の右に倒して穂先を外に向けたままぐっと力を入れて、ここの右肩から抜いていくね。ここよりも少し高い位置からね。細いから太いで、ここを過ぎるまで曲がらずに来て、ここを過ぎたら太くして曲がってもらうね。そうね。トーンして左に倒して細いから太いでここに当ててもらう。たら手をそのままにして上がってね、太い、この辺で細い、また太くしたら細くして、ぐっと上に上がるね。たらここから屁を描く。上がって下がるときにちょっと筆を開いてもらうね。じゃあ上に行きますね。お尻から切る、真ん中細く、また太く、軽く止めて、じゃあ左に倒して、ここに当てるね。こことここの間ぐらいね。ここをめがけてお尻からこう上がっていくね。そしたらお尻から下に降りてくる。最後に太くしたいから穂先を上に持ってって横に抜くね。これよりも下がらないね。じゃあロに行きますね。そうね。トーンして左に倒して細いから太いで止まって。手をそのままにして太い。この辺で細い。またこの辺で力を入れて太くして。